嵐の二宮和也40が8月6日放送のラジオ番組 BAY ストームベイフムに出演。出演中の日曜劇場 VIVANT TBS 系の撮影の裏側について語った。この日はほぼ同時間帯に坂井正人49主演の VIVANT の第4話が放送されていることもあり、二宮は4話ですね。今とし、これはこれはで話が進んでいきますから。本当にありがたいですよね。この5人すごいですよね。俺、必死に否定してとコメント。ドラマについて、台本全部出来上がってるんですよ。俺、人生で初めてなんだけど、自分の出てる連続ドラマで、の台本に自分の名前が載ってないんですよ。とにかく TBS の人は、バラさないんだねって方向になってからは、ひた隠しにしてるんですよと明かした。出演者や出演シーン、出演時間などを対比させた交番表もあったものの、交番表も売れ、名前載ってないんですよ。本来、くじ入り、坂井正人、乃木みたいなことが書いてあるんですよ。阿部寛、野崎みたいなと説明。続けて、俺、どうやって昼飯食ったらいいんだ。って、笑い。今となっては、なんだ、出てたんだね。だから自由に動けるんですけど。モンゴル行ったんですよ。7月16日の、ジャニノは、モンゴル行きましたって動画なんですよと、ジャニのチャンネルでモンゴルを訪れた経緯を語った。役所さんと一緒に、坂井さんと一緒にいるところなんか、二宮は手が傷だらけだったとか、あそこら辺のツイッターも全部、後で引用して、VIVANT にしてくんです。それですら俺、帰りだって、坂井さんと役所、ひろしさんと、いろんな俳優さんたちと一緒に帰ってるんですけど、俺だけすっごい遠くの出口から出てと振り返った。さらに、写真なんぞ撮られてしまったら、役所さんと一緒に、坂井さんと一緒にいるところなんか、あれ、言ってたんだ。みたいなことになるじゃないですか。そこで、だからめちゃめちゃ遠い出口から出て、歳、だから、もういよいよめちゃめちゃ坂に上がってもらわないと割に合わない苦労さを僕は体験しているわけですよと嘆きつつ語った。二宮の告白に、相当坂に上がったよ。シークレットだったから、帰国時もバレないようにいろいろ苦労してたんだね。モンゴルからの帰国は坂井さんや阿部さんと一緒だったのね。出口は二のだけ離れたところから、とか徹底した隠密行動だったんだね。お疲れ様でした。などのねぎらいの声が上がっている。来週テレビで放送されます。自分、とモンゴル語でツイート、8月6日の VIVANT 放送中、二宮は X、ツイッターを立て続けに更新。実況中継するように、しかし、おもれえな、だけ、怒られた。え、などとリアクションしていた。二宮さん自身も、VIVANT を楽しんでいるようですが、6日の第4話では、ついに松坂桃李さん、34、がクロス役として登場。坂井さん演じる乃木憂太助の正体も徐々に明らかになり、ドラマはさらに盛り上がってきています。二宮さんは X、ツイッターにモンゴル語で、ELHA、BOLOO、HAONOGOS、ZELRAGAIRGAIRNA、BAY、と綴りましたが、翻訳すると、来週テレビで放送されます。自分、となるので、来週放送の第5話では二宮さんの活躍も存分に楽しめそうですよね。女性誌ライター。二宮は、VIVANT の第5話でどのような立ち回りを見せてくれるのか。今から放送が楽しみでならない。画像、なんだか少年っぽい、二宮和也、VIVANT、サプライズ登場時の、美しすぎる乗馬シーン。6日放送の、VIVANT、第4話の世帯視聴率は 13.4%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区を記録。引き続き好調をキープしている。